の皆さんもそうですし、私たちもそうなんですけれども、今までいろんなことがあって今日の節目になっていると思うんですが、今まであったことって間違いとか嫌なこととかいっぱいあるんだけど、間違ってなかったよね、良かったよねってやっぱり思える瞬間であって、だから今後も頑張ろうって思えるんですけど、今日はそういう気持ちを込めて最後行くというタイムトリップというか、thank you.
がとうございます。